どうもアガポニです。今回はジャッキーをなるべく楽に倒す方法についてです。それでは早速いきましょう。ジャッキーと戦うためには大前提としてモンスタウンまでストーリーを進める必要があります。でここの家に入るとノコヤンがいるので会話をしまして、腕試しで試合を挑まれるのでスルを選択してまずは倒します。ノコヤン自体はそんなに強くはないので通常攻撃をしているだけでも倒せるかと思います。でノコヤンを倒すとジャッキーが出てくるので会話をしてやるを選択するとジャッキーとのバトルがスタートします。その上でこのジャッキーですが合計3回勝たないとならない上に1回勝つごとに強力になってきます。かなりね強力な相手なのでモンスターに初めて来た状態のままでは勝てない可能性が高いです。そこで必要な準備ですが、まずはレベルを15から20くらいにしておきます。メンバーはマリオ、ジーノ、ピーチが無難となってます。この理由は素早さが高い上に3人技の守ってベールが使えるからですね。この技はどんな攻撃も3回だけ無効にできるといった効果になってます。それとジーノのスペシャルで攻撃力を上げることができるジーノウェーブが使えるのも効果的ですね。レベルとメンバーの調整ができたら次はアイテムのコンペイトーを手に入れます。このコンペイトーはバトル中に使うことで敵全体に固定200ダメージを与えることができるといった効果があります。ちなみにさっき言ったジーノのスペシャルジーノウェーブを使った後に使用すると固定ダメージを300まで引き上げることもできますね。でこのコンペイトーの入手方法ですが、伊賀谷の隠し宝箱から1つ手に入れることができます。他の入手方法としてはリップルタウンのこの家にいるキノコ大好きボーイを利用することで複数手に入れることができる感じになってます。具体的な方法ですが、まずはキノコを10個用意します。補足としてこのキノコ自体はキノコ大好きボーイがいる左隣の家に入りまして、この健康食品店でコイン4枚で購入することができます。所持上限は10個なので不足している場合は限界まで購入しておくといいですね。キノコを10個用意できたらキノコ大好きボーイに話しかけまして、キノコを渡していくと、そうすると低確率ではあるんですが珍しいキノコだった場合お礼にレアアイテムをもらうことができます。この時必ずコンペイトーがもらえるわけではないんですが、これを繰り返していくことでコンペイトーを手に入れることができるといった感じになってます。確率としては30個に1個くらいの割合でもらうことができると思うので、まあ、気長に渡していくといいかと思いますね。ちなみにこのコンペイトーの所持上限は3つなので3つ揃ったらコンペイトーの準備は完了となります。その他の準備としてはアクセサリーですね。少し入手難度が高いですが、全ステータスを30上げることができるジャンパースカーフがあればマリオに装備させておくといいかと思います。入手方法はスーパージャンプを30回以上成功させてモンスタウンの狼と会話をするともらうことができます。詳しい方法は過去動画で解説しているので必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。難しい場合はね、他のアクセサリーでも大丈夫です。あとはバトル中の防御力を2倍にできる幽霊勲章ですね。これはモンスタウンにあるベッドで寝ることでスタートすることができるお札イベントをクリアすることで手に入るものになってます。この詳しい内容も過去動画で解説しています。それと一撃死を防ぐことができるセーフティーリングですね。これは沈没船の隠し部屋で手に入ります。これに関しても過去動画で詳しい場所は説明しています。その上でアクションゲージも事前に 100% にしておくといいかと思います。この辺りの準備ができたらモンスタウンに移動しまして、でジャッキーに話しかけてバトルをしていくと、最初の1戦目はまずジーノのスペシャルジーノウェーブをマリオに使って攻撃力を上げておきます。アクションボタンに成功すると防御力も上げることができますね。この後はメンバーの HP に注意しつつ通常攻撃で攻めていきます。でジャッキーのこのラッシュ攻撃は浮かされた後のタイミングでボタンを押すとダメージを抑えることができます。この防御時のアクションボタンを成功させていくと結構有利を取れるのでしっかり押していきたいところではありますね。で引き続き通常攻撃を繰り返していくと、通常攻撃とする理由はジャッキーには特に弱点がないからですね。なのでひたすら通常攻撃で攻めていくのが無難になってます。
ジャッキーはねかなり強いんですが、一戦目においてはこの基本の流れを抑えつつ攻撃していくことでコンペイトを使わなくてもなんとか勝てるかと思います。思いますが、その場合はまたコンペイトを3つ集め直す必要がありますね。でこんな感じで倒すことができます。でジャッキー戦はバトル終了後に全回復しているので、そのまま話しかけて2戦目をスタートしていきます。2戦目においても基本さっきと同じ流れで通常攻撃を軸にして攻めていくと。この三角蹴りは蹴りが当たる瞬間アクションタイミングなんですが、失敗するとピーチあたりはほぼ一撃で力尽きてしまうかと思います。この場合はジーノは回復を優先しておくといいですね。でピーチに関しては回復役なので防御しておくのも一つの選択肢となってます。でマリオは通常攻撃ですね。でメンバーの HP が安定していたらジーノはジーノウェーブでマリオの攻撃力を上げていくと。ピーチは回復に専念しまして、ジーノは余裕があれば攻撃させてもいいですね。三角蹴りは食らってしまうと危険な攻撃になってます。で回復はピーチに任せておきます。でこの2戦目あたりからピーチの攻撃力ではジャッキーには1程度しか与えられない状態になってます。なのでマリオの通常攻撃がダメージの要となっている感じですね。で HP が減ったらピーチで回復ですね。この鉄残光という技はまともに食らうとGのあたりでも一撃で力尽きてしまう感じになってます。メンバーが力尽きている状態でもマリオは攻撃に専念させまして、回復はピーチに任せておきます。マリオの攻撃がミスってしまうとバトルが長引いてしまうので、なるべく当ててほしいところではありますね。でジーノはひたすらマリオを強化していきます。このタイミングでもピーチが力尽きることになりましたが、ジャッキーの体力はそこまで高くはないので、あと少しのところまで来ているかと思います。はい、こんな感じで倒すことができてますね。この2戦目においても難しい場合はコンペイトを3連発を使うことでかなり有利に戦うことができるかと思います。で次の3戦目が最後のバトルとなりますね。で3戦目のジャッキーはかなり強力なので、ここで事前に準備しておいたものをフルに使って戦っていきます。まず最初ですが、3人技の守りのベールを使います。この技はさっきも説明した通り、3回まで相手の攻撃を無力化できる効果となってます。でこの間にコンペイトを使って一気にダメージを与えていくと。ジーノウェーブを使ってからのコンペイトでもいいんですが、行動1回分遅くなってしまうのでそのまま使うでもいいかと思います。でコンペイト2発目ですね。
さらにもう一回コンペイトーを使っておきます。これで一気に600ダメージ与えることができますと。この後は1戦目2戦目と同じようにGのウェーブをマリオに使って通常攻撃で攻めていきます。ピーチに関しては防御体制を取っておくのが無難ですね。でマリオは攻撃、ジーノはジーノウェーブを使っていくと。これを繰り返してどんどん攻撃していきます。一応参考としてジーノにも攻撃させてみたんですが、与えるダメージは10程度だったので、ひたすらマリオにジーノウェーブが有効かと思いますね。でマリオの HP が減ったら回復をしていくと。この流れで攻撃していくことでこんな感じで倒せるかと思います。で倒した後はジャッキーベルトというアクセサリーをもらうことができます。これは攻撃、防御、素早さの3点をぐっと上げることができる効果となってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。